2007年カルガリー国際映画祭にて、トリシア・エルファーはカナダの女優、元モデル。代表作はギャラクティカ、ギャラクティカのナンバー6。アルバータ州、ステッドラーカウンティーでナルダの田舎町に生まれる。家族は穀物農家を営んでいる。17歳の頃、地元の映画館でモデルエージェンシーのスカウトに声をかけられたことで芸能界入りを果たす。彼女はドイツ人。 スウェーデン人、ノルウェー人の血を引いている。1992年にフォードモデルのコンテストに入賞し、エリートモデルマネジメントと契約。後にトランプモデルマネジメントと契約し、モデルとして活躍するが2002年に引退。その後はテレビや映画に出演している。友人のバースデーパーティーで知り合ったジョナサン・マーシャルと結婚。2003年。 宇宙空母ギャラクティカを元にした SCI-5 のミニシリーズギャラクティカ、ギャラクティカにヒューマノイドサイロンオペレーターのナンバーシックスとして出演。2009年3月20日に最終回を迎えたピーボディ賞、エミー賞受賞のレギュラーシリーズでも同役を続演。独立した人格を持つコピーが多数存在するというナンバーシックスの独特なアイデンティティのために ヘルファーは異なる無数の役柄を演じることとなった。ありがとうございます。